はですね、ポスターを、ポスター、はい、はい、10枚ぐらい買って、はい、それを額装してもらって、それが仕上がったらしいんで、はい、それを取りに行くという、そして、はい、家の壁に飾るっていう豊かな時間ですよね。ポスターって何ですか？ポスターね、俺よく、はい、eBay で、はいはいはい、昔のボクシングの試合のポスターをこう探して、はい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 、なんかね、90年代ぐらいからこっちのポスター、俺なんかあんまり、めちゃくちゃええ試合いっぱいありますけど、ポスターが昔はかっこよかったのになーっていう、はい、ほんまね、車とバイクとボクシングのポスターはやっぱ70年代ぐらいだ、60年代70年代がめちゃくちゃかっこええ。その試合全く知らないボクサーの、はい、まあ、知ってるボクサーもいますけど、はい、のかっこええな、そのデザインとして、はい、その試合はどうであれデザインとしてかっこええなっていうのを買って、 YouTube でその試合を見ながら、はい、ポスター見ながらお酒を飲むというこの私服の時、なんか車とかもそうですけど、はい、その当時70年代とかに使ってるその色の感じとかがなんか好きだったな。なんかね、あるんでしょうね。なんかあとまあデザインもね、なんかね、だからメイウェザー、パッキャーも見に行きましたけどね、なんかポスターがダサいなぁ。ボクシングが10枚ぐらいだったかな、はい、で1枚映画のポスター、ワンズアポンアタイムインハリウッド、インハリウッド、はい、タランティーノの、はい、あれの見たことないポスターがなんかあって、両面なんですよ。両面のポスターで、多分向こうはカミングスーンやから公開前に、はい、両面で飾る用のポスターなんですけど、あ、まあ、学装したんでどっちかを塞ぐわけですけど、はい、それは片方反対、はい、だから G も全部反転するんで、あ、これええなと思って。なるほど、はい、一瞬あの映画のポスターって一瞬分からへん感じよ。ワンザポンタイムインハリウッドは、シャロン・テイトが映画館の前で、私が出てる映画これちょっと見ようかしらみたいな、チケット売り場の後ろにこのエコノラインが走るんですよ。自分の車が映画に全く同じ色で出てるっていうのもあって、それは行きつけの楽屋さん、行きつけ、まあまあそうですね、そこでずっともう、はい、ずっとそこで楽装してもらってますね。なかなか行きつけの楽装屋さん、行きつけの楽装屋はなかなかないですよね。はい、はい、え、それ10枚全部飾るんですか？10枚全部飾ります。うわ、すげえ。これつけました。よし、結構な量ですね。結構な量。なんかいろいろ藤井さん飾られてるポスター見たことありますけど、はい、もう一番長いポスターってあるんですか？ポルノスターっていう映画のでっかいやつは、はいはい、あれが俺が23とか3か4ぐらいですね。あれ、あれはなんかもう引っ越されるたんびに、そうですね、ある気がしますね。ですね、はい、額も好きなんですかね。
やっぱ額って額ってすごいっすよね。え、いや正直塀みたいなんでも、はい、額入ってんのと入ってないの全然違うじゃないですか。あ、違いますね。俺それはもう結局もともとあった場所というかもともと持ってた人に返しましたけど、はい、並木さんも知ってる前の家に、はい、サックスの絵、はい、サックスって書いたサックスの絵、はい、むちゃくちゃ買って、はい、それ額装して飾ってたんですけど、はい、初めて俺に来る人なんて、うわいいっすねこれ誰の絵ですかとか、はい、有名な人なんですかとか言って、何のことあれん、俺のただただ宮古島の友達たかしの娘アリサが 4年生の時に描いた絵っていうのと、ね、はい、あれと大根っていうのと、そうですね、はい、2枚ね、はい、もともと宮古島の居酒屋に普通にペターンとこうね、はい、親父が押しピンで、はい、貼ってたやつ、貼ってたやつをこれめちゃくちゃええな言うて、はい、これちょっと譲ってくれっつって、はい、高橋も「えこれおいいぞ」言うてほんでも俺がクソしてずっと飾っててんけど、そうですね、ほんで結局アリさんもね、はい、子供生まれてって言って、はい、これはやっぱりあの店にあるべきやっつって、はい、クソしたまま。ね、学装して帰ってきたんですね。いや、やっぱ学装ってすごいですよね。ここに、はい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 、なんか飾ろうかなと。こっちはね、こっちはね、今までのやつが。そうで、これはメイザーパッキョン、はい、ラスベガスで見て、はい、そのラスベガスの空港で買った新聞、次の日。あ、だから結局学装なんですよ。これただ新聞やからね。新聞もね、これ。チケットあったんちゃうかな。この。この時の。この時のチケットがこれ。え、これチケット？これチケットです。材質なんですか。こんなんなんですね。行きましょう。うわかっこいいわ、昔の。なるほどな。なんこんなんで今のやったらいいのかなと思うんだけど。なるほどな。ねえ、うわねえ、ジョー・フレジャーとトーメダリ、かっこいい。うわめちゃくちゃかっこいいね。めちゃくちゃかっこいいやな、ほんまに。この頃のポスターってなんだよ。なんだよ、この頃の3色ですよ、これ。黒とオレンジと水色のだけですよ。普通にそのボクシングだと思うのじゃなくて、はい、ポスターとしてかっこいいですもんね。ねえ、めちゃくちゃかっこいいな。なんだろうこれ。やっぱりね、やっぱ色はだいぶありますね。色ありますね。いわゆるただの赤ってないっすもんね。カメラでも伝わりますでしょうか。よし、これは最後。さあ、もう一つ。はい。アンサーポーアー、ダミー、ハリウッド。うわぁ、ええー、わ。めっちゃうまいぞ、これ。めっちゃいいですね。これ、逆を使ってるんですね。逆やから。はいはい。変な感じですね。変な感じでしょ、これ。はい。映画ではこの後ろを、あの、この前が走る。ここを走るんですか。このね、映画館の後ろを走るんですよ、はいはい、なんかこの辺りの一発
これも入れない。コンクリート用買おう。それから呼んでもらっていいですか。すいません、すいませんでした。